早見優が堀ちえみ、松本伊代ら、同期、との会合を語る、気がついたら5時間経過してたり。歌手の早見優、58、が13日放送の、徹子の部屋、テレビ朝日系に出演し、アイドル時代の同期との会合について語った。渡辺恵が経営している飲食店で、アイドル時代の同期、三田寛子、堀ちえみ、松本伊代、かおる子、新井かおる子、と今でも会っているという。早見は、皆さん、プライベートでもお会いするんです。先日も恵ちゃんのレストランで、今アーティストとして活躍されてるかおる子ちゃんも一緒にみんなでお食事したんです。私たち何年ぶりに会っても、昨日会ったかのように話が始まって、気がついたら5時間経過してたりするんですと明かした。松本との関係について、みんなが元気で頑張ってくれてると自分の励みにもなります。最近、伊代ちゃんとステージで一緒になって、伊代ちゃん、声が伸びやかに出てる、と思うと、自分も頑張らなきゃって、いい意味でライバル意識もあります、と満面の笑顔を見せた。三田の近況について、三田寛子ちゃんは、大好きな韓国に行った時に、息子さんが全部ご案内してくれたって話をしてくれたり、今となっては娘、息子たちに頼って生きていこうねって話にもなりましたとにっこり。6年前にダンスフィットネス、スンバのインストラクター資格を取得した。今後はワッキングダンスの習得やパラグライダーの資格にも挑戦したいという。早見に、私がパラグライダーの資格を取ったら一緒に行きませんかと誘われた番組 MC の黒柳徹子は、あなたが絶対大丈夫って言うなら、お願いするわ、と快諾していた。